エムステアンダーラインフルボンライブ、岸くんの巻き舌パフォーマンスにファン大興奮。心に響く感動の瞬間。翔くんの大胆なサングラス投げ。ある晴れた夏の日、私たちはテレビの前に集まり、待ち望んでいたエムステアンダーラインフルボンのライブパフォーマンスを見ることにした。ナンバーアンダーラインアイのファンである私は、毎回彼らのパフォーマンスに心躍らせ、期待を裏切られることはない。 しかし、その日のパフォーマンスは特別だった。岸くんの巻き舌での RRRRRRR RR RR という声が響くと、心の中で大きな歓声を上げずにはいられなかった。久々のこのフレーズは、懐かしさとともに彼のプロフェッショナリズムを感じさせた。岸くんは、出にくいと言いながらも、見事にそのパートをこなし、今日のビジュアル、ピタッとしたタンクトップ、 そして脇チラの組み合わせが大優勝だった。彼の見た目とパフォーマンスに夢中になり食器洗いを後回しにしてもう一度ボンを楽しもうかと考えてしまったほどだ飼育員さんが大変な仕事だということは理解しているが岸くんならその困難さも楽しんで乗り越えるのだろうと思うハッシュタグ「M ステ」のカメラが捉えたナンバーアンダーライン IFULL ボンのダンスは切れ味が増し三人ともバッチバチに決まっていた 翔くんが最後にグラサンを投げた瞬間、私は思わず叫んでしまった。うお。かっこよ、その瞬間の興奮と感動は言葉に尽くしがたいものだった。しかし、すぐにそのグラサンは誰が受け取ったのだろうか、と気になってしまった。そんな疑問を抱きつつも、パフォーマンスは圧倒的なかっこよさで終わった。翔くんのサングラス投げは、まさにクライマックスだった。 その後の三人の無双タイムも半端なかった。終始、見ているこちらの心をつかんで話さないパフォーマンスに、毎回彼らの新たな一面に惚れ直すばかりだ。ビジュアル、パフォーマンス、歌、すべてが完璧で、彼らとダンサーたちが作り出す空気感は他を圧倒していた。賞さんがぽいとしたサングラスはどうなったのだろうか。壊れていないか心配になる一方で、 壊れていたらファンに抽選でプレゼントしてほしいという願望も湧いてきた。それほどまでに彼らのパフォーマンスは見る者を興奮させる力を持っている。フルボンのダンスの迫力はすさまじく、一瞬たりとも目を離すことができなかった。見終わった後はしばらく放心状態になるほどだった。ダンサーさんたちも一緒にパフォーマンスを作り上げることの素晴らしさを感じた。ダンサーたちとの一体感は、 ライブパフォーマンスの醍醐味であり、その瞬間を生で見ることができる幸せを噛みしめた。車に荷物を置き忘れたまま急いで居間に駆け込み、ワイプで見たニコニコ笑顔の将軍に癒された。一週間の疲れが一気に吹き飛んだ瞬間だった。岸くんが普段ぼーっとしているように見えて、ダンスになると一転してキレッキレになるそのギャップに驚かされる。彼の巻き舌のパフォーマンスは、 ファンにとってはたまらない魅力の一つだ。翔くんがワイプに戻ってきたとき、サングラスも無事に戻ってきたようで安心した。彼は本当にかっこいいエンターティナーであり、毎回そのパフォーマンスに感動させられる。娘と一緒に、紫輝くん。キャー、と騒ぎながら見るエムステアンダーラインフルボンは、私たち親子にとって特別な時間だ。曲が始まると静かに正座してみる。 その緊張感と興奮は、まるでライブ会場にいるかのような感覚を味わわせてくれる。次に彼らに会う日が近づくにつれ、その期待と興奮はますます高まっていく。録画を見返しながら、彼らのパフォーマンスに浸り続ける日々が続く。エムステ・アンダーライン・フルボンのパフォーマンスは、毎回新しい驚きと感動を与えてくれる。彼らのダンス、歌、 そしてパフォーマンス全体が一体となって作り出すその瞬間は、他では味わえない特別なものだ。騎士君の巻き舌、翔君のサングラス投げ、そして彼ら三人の圧倒的なパフォーマンスは、いつまでも私たちの心に残り続けるだろう。次に彼らがどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、その期待は高まるばかりだ。彼らの成長と進化を見守りながら、これからも応援し続けることを誓う。 そして、次のパフォーマンスでまた新たな驚きと感動を味わうことを楽しみにしている。彼らのエンターテインメントは、私たちファンにとって、日常の中での大きな楽しみであり、癒しであり、励ましである。このようにして、n o I の m s t e ンフルボンのライブパフォーマンスは、ただのエンターテインメントを超えた、特別な時間と経験を私たちに提供してくれる。 これからも彼らのパフォーマンスを見逃さず、心からの応援を続けていきたいと強く思う。次回のパフォーマンスがどのようなものになるのか、今から楽しみで仕方がない。彼らの次のパフォーマンスがどのような驚きと感動をもたらしてくれるのか、私たちファンは胸を躍らせながら待ち続けている。エムステ・アンダーライン・フルボンのステージが終わった後も、その余韻はしばらく続き、 頭の中では彼らのダンスや歌声が再生され続けた岸君の巻き舌翔君のサングラス投げ三人の息の合ったパフォーマンスが私たちの心に深く刻まれている彼らのステージパフォーマンスはただ技術的に優れているだけでなく見る者の心に訴えかける何かがあるそれはおそらく彼ら自身が楽しんでパフォーマンスをしているということが伝わってくるからだろう 彼らの笑顔や真剣な表情、一つ一つの動きから感じられる情熱が、私たち観客にまで伝わってくるのだ。また、彼らのパフォーマンスは常に進化している。毎回新しい試みや工夫が見られ、その度に私たちは新たな驚きと感動を味わうことができる。例えば、今回のパフォーマンスでの将軍のサングラス投げという大胆な演出は、まさにその一例だ。 彼が自分で考えた演出なのか、どのようにしてそのアイデアが生まれたのかを想像するだけで、さらに彼の才能に感嘆してしまう。彼らのパフォーマンスを通じて感じることの一つに、チームワークの重要性がある。三人のメンバーとダンサーたちが一体となって作り上げるステージは、一人一人の技術や表現力が融合し、まるで一つの生き物のように動いている。それは、個々の努力とともに、 お互いい、を信頼し合い支え合うことで初めて可能になるものだ。岸君、翔君、そしてもう一人のメンバー、それぞれが持つ個性が見事に調和し、一つの完璧なパフォーマンスを生み出している。観客としてそのパフォーマンスを見ることで、私たちもまた何かを学ぶことができる。努力すること、仲間と協力すること、そして何よりも自分の仕事や役割を楽しむことの大切さを彼らから教えられるのだ。 彼らがどれだけの時間と労力をかけて一つのパフォーマンスを準備しているのかを想像するだけで、その努力に対して自然と尊敬の念が湧いてくる。エムステ・アンダーライン・フルボンのパフォーマンスが終わり、私たちは再び日常に戻る。しかし、その余韻は長く続き、ふとした瞬間に思い出しては笑顔になったり、元気をもらったりする。彼らのパフォーマンスは、 私たちの日常に彩りを与えてくれる特別なものだ。そして次のパフォーマンスに向けて彼らがどのような準備をしているのかを想像しながらその日が来るのを待ち続ける。次の「エムステ・アンダーライン・フルボン」ではどんな新しい驚きが待っているのか彼らの進化と成長を見守ることができる幸せを感じながらまた新しい感動を味わうことができる日を心待ちにしている。 これからもナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを通じて、私たちは多くのことを感じ、学び、そして楽しんでいくだろう。彼らの存在は、私たちにとっての大きな喜びであり、励ましであり、そしてインスピレーションの源である。彼らの活動が続く限り、私たちもまた彼らを応援し続けることを誓う。最後に、このパフォーマンスを見た後の私たちの気持ちを一言で表すならば、それは、 感動と期待だ。感動を与えてくれた彼らに感謝し、次のパフォーマンスに向けた期待を胸に、私たちは日々を過ごしていく。次回のエムステ・アンダーライン・フルボンでは、どのような新しいストーリーが待っているのか。彼らのパフォーマンスを楽しみにしながら、また一つの素晴らしいエンターテインメントを心待ちにしている。